さつき、明けましておめでとう。さつきと別れて一年が経ったね。少しは反省してくれましたか若気の至りなんていつまでも通用しませんよ。僕は今、とても幸せです。君もこの中に入りたいとは思いませんか来年の写真には僕と君の愛の結晶も一緒に写っているといいな。 楽しみにしています。どうして返信くれないの僕はスマホの前でずっと待ってたのに。寝ずに待ってたのに。僕にとって、君は何なのごめん、何何の用元旦の朝から迷惑なんだけど。やっと返信してくれたと思ったら、そんな内容ですかちゃんと読んだ僕の年賀メッセージ。 読んだ読んだ。で、何なの何って、えなんでわざわざこんなメッセージを送ってきたのか、まったくわからないんだけど、どういうつもりなんですかそのままの内容と意味だよ。そろそろ反省した頃かなと思って、確認しようと思ったんだ。確認なんのうちらもう離婚してるんだから、確認も何もないでしょ。 あ、はあ、元旦で忙しいのに、何が言いたいの君は、本当は素直になれないだけだって、分かってるんだよ。そうだろ本当は僕たちと一緒にいたかったのに、素直になれなかっただけなんだよね。何がそれより、元旦早々に、こんなシャメをってきてどうしたかったのこれ、ユージのお姉さんの子供。そうだよ。それと僕と母さん。 なんでそんな写真を送ってきたの今年の年賀状はそれだから、さつきの実家にも送っておいたよ。僕たちの実家で過ごさない正月はつまらないだろ。そろそろ戻っておいでよ。そっちの実家で過ごさないから、とっても快適に暮らしてるよ。おと年しまではかなりきつかったからね。有事の家族と一緒に過ごさなきゃいけなくて。どういう意味だよ。楽しく過ごしてただろう。 楽しく過ごしたことなんてなかったけど、おしゅうとめさんにはいつも嫌味でいびられて、それを全く助けてくれない旦那のあんたと、おしゅうとめさんと一緒になって私を馬鹿にしてくるあんたの姉。どうやって楽しめって言うのそんなことばかりじゃなかったでしょ。楽しいこともあったよね。今は思い出せないけど、そっちの実家と関わるようになってからは、 辛いことの方が多かったかな。そんなことより、さっきの写メ見て何も思わなかったのえ何を思って欲しかったのよ、逆に。僕が子供を抱いてるの見てどう思ったどう思ったって何いいなぁと思わなかった可愛いでしょ、子供。あんたのお姉さんに似すぎてて、 悪いけど、全く可愛いと思えない。昔された嫌がらせとか蘇って、うわーって思ったよ。それだけ僕と子供のコラボを見ても、それだけしか感じなかったの逆にこれ以上、何を感じて欲しいのこの写真の中に、自分も入りたいと思わないは僕と子供と、さつきとお母さん。 完璧だと思わない。来年の年賀状はそうしたいなって思ってる。だから戻ってきなよ。何言ってるんですか分かった。はっきり言うよ。そうしないと、サツキも思い切れないもんね。僕はサツキと僕の子供が欲しい。その子を抱いて年賀状の写真を撮りたい。年賀状じゃなくてもいいけど、とりあえず僕の家族写真に、 さつきと僕らの子供を入れたいんだよ。さつきもきっとそうしたいでしょいや、本当に怖い。なんか猟奇的だね。えごめん、なんでもない。とりあえず、戻りたいとか思ってないから、そういうことで。そろそろ素直になりなよ。さつき、今年で33歳でしょ意地張るのやめて、結婚した方がいいと思うよ。 意地なんて張ってないし。結婚はしたいと思ってるよ。でしょだから素直になって戻っておいでよ。33で罰エチの女なんて、誰にももらわれないでしょ僕がもらってあげるって言ってるんだよ。しかも、お母さんもいいって言ってる。そろそろ孫の顔が見たいってさ。お母さん、サツキのこと嫌いなわけじゃなかったみたいだよ。 はつきに成長して欲しかっただけなんだって。よかったね。何がよかったんだとにかく戻る気はないし、その家族写真に入りたいとも、一ミリも思わないから。ージが戻りたいと思っているとしても、私は、あなたと再婚すべきなんてないから。なんでバツイチなんて、ただでさえ響き悪いんだから。元々の相手と復縁した方がいいでしょ それも、お姑さんのエレジエでしょ今は罰市なんて別に珍しくないから。私の友達にもいるし、罰市にもいろいろ理由があるでしょ自分のわがままで離婚を選んだんだから、自分のせいでしょなんでそうなるの私を撃つ直前まで追い込んだのは、幼ジたちの家族でしょその理由説明したら、大体みんな納得してくれるしね。 浮気とかしたわけでもないし。僕はこのタイミングを待ってたんだよ。え素直になれないサツキのためにチャンスをあげているんだよ。今なら親戚がみんな集まってるし、謝りに来るチャンスだよ。僕は待ってるからね。行きませんよ。というか、行くわけないでしょ。どう考えたらそう思えるの君を信じてるからだよ。親に言われたの だって離婚するときも、最初は渋ってたくせに、お母さんに相談して離婚しろって言われたら、すぐ納得して諦めたでしょだから今回も、どうせお母さんに、孫の顔見せろとでも言われたんでしょそうだよ。でもそれが一番いいと思う。冷静に考えたらそうだろ罰位値で婚活から始めるより、元さえに戻るのが一番だって、わからない若気の至りもいい加減にしなよ。 っていうか、もう若くもないか。うん、そうだね。もう若くはないけど、それでも、好きになってくれる人はいたよ。え今結婚考えてる人いて、今日も挨拶に来る予定なの。何言ってるのだからその前にこんなわけわかんないライン来て、ちょっとだるいなと思ったけど、まあもう、過去のことだからいいよ。ユージも、今後幸せになってください。 冗談でしょ冗談じゃないよ。罰位置の私でも理解してくれて、一緒にいたいって言ってくれてる人だし、私も一緒にいたいなって思ってる。なんで勇ジが私と復縁したいのかもよくわかんないけど、復縁する気は全くないから、変な期待持たないようにしてね。裏切り者。え医者料払え。なんでよ僕のこの一年は何だったんだよ サツキを待ち続けて、無駄にした。待ち続けたって何サツキが素直に謝ってくるのを待ってたんだよ。それなのに、他の男と関係持つなんて、浮気だろ浮気って離婚してだいぶ経ってから付き合ったんだから、浮気も草もないでしょう。そんなのは言い訳だろ。僕の時間を返せ。返せないならお金を払え。誠意を見せろ。うるさいんだけど。 新年から最悪なんだけど。離婚に納得したのはそっちでしょうが。しかも離婚してから同僚といい感じになってたって噂聞いたけど、それは間違いだったんですかね鈴木さん鈴木さんとは別に何もないけど。すぐに誰かわかる時点で怪しいでしょう。私には関係ないからいいけどさ。待ってたとか適当なこと言うのやめて。もう少し冷静に将来のこととか考えてみたら まあ、まずは、親離れしないと無理だと思うけどね <laughs>。その後も、面倒なユージさんからのラインは続きましたが、結局ユージさんは、お姑さんにさつきさんを連れ戻すように指示されたので、その通りにしただけだったということがわかりました。以前の離婚の時から何も成長してないユージさんに、さつきさんはドン引きしていたので、もちろん相手にする気はありませんが、 40歳手前になって親の言うことしか聞けず、指示通りにしか行動できない人間なんて、かわいそうだなぁと思いつつ、さつきさんは来月には今の恋人と席を入れる予定なのだとか、ゆうじさんはついに婚活パーティーに通い始めたそうですが、まだ誰にも興味を持ってもらえていないそうです。